はいどうもこんにちは、カジマークです。先日ご紹介したメイドイン東京 HP ProBook 650G4 の中古品、結構安く買えたんで、その後アリエクで激安の M.2 SSD SATA 3の 256GB、 それを換装して今のところ調子よく、まあ若干の問題がなかったわけではないですけど、今のところそこそこ快適に使ってます。ただ前回の動画通り、ドラクエベンチマークテスト、これが思ったよりも振るわない。はい、これ CPU は Core i5-7200U、 そんなに古いパソコンでもないんで、もう少し行ってもいいかなって思いつつ、結果あまりよろしくなかったんで、ならばこれはメモリ増設してみようということで、今回またアリエクでじゃん、メモリ買ってみました。はい、これこのプチプチにこそくるまれていましたけど、なんと普通に封筒に入って中国からやってきました。で、今回もこれ正直僕はメーカー名すら読めません。聞いたこともないメーカーの激安メモリー、 DDR4 の 8GB、 2401.2V、 そういうものを買ってみました。それでは今回このメモリを増設してドラクエベンチマーク取ってみたいと思います。それでは始めていきます。で、今回増設する DDR4-2400 8GB のメモリー、ノートパソコン用になりますけど、これを Amazon で検索してみると、今日現在シリコンパワーのこれ2990円から450円オフのクーポンがついてるんで2540円、あ、いや結構安いですよね。なのにこれわざわざなぜこれを選んだのかというと、ちょっと面白そうだったから、それにつきます。で、もちろんお安かったとはいえ、これ実は1901円だったんで、はい、もう4、500円しか変わりません。なんで僕はこれ決しておすすめするわけではないので、あくまでちょっとネタとしてアリエクで安かったメモリー、これを増設してみたいと思います。で、今現在はドーン、はい、CPU-Z を見てみると 8GB のメモリが1枚、シングルチャンネルで認識されてます。ここに 8GB もう1枚足してデュアルチャンネル化して、ドラクエベンチマークテスト、どれぐらい変わってくるのか試していきたいと思います。はい、それでは電源を挿して 8GB 1枚シングルチャンネルの状態で撮ってみたいと思います。最高品質の 1920×1080 フルスクリーンでいきます。それではスタート。はい、やっぱりやや重い 2867、 こういうスコアになりました。いや、これ実際こんなもんなんですかね。Ryzen の CPU の場合、メモリをデュアルチャンネル化することでかなりグラフィックの性能が上がるっていうケースがあるらしくて、はい、この Core i5 Intel の CPU ではどうなのか、そのあたりはわかりませんけど、とりあえずこれ 8GB もう1枚増やしてデュアルチャンネル化していきます。それではまずシャットダウンして裏蓋開けていきます。このスロットに差し込んでいきます。はい、セットできました。めっちゃ簡単ですけど、静電気とか危険もあります。このあたりは自己責任で、はい、それでは逆手順で裏蓋閉めていきます。あれ、これエラー出ました。あ、ただこれ Google 先生に翻訳していただくと、メモリサイズエラー、システムメモリのサイズが前回の起動時と異なります。最も一般的な理由はシステムボードからのメモリの取り外しです。エンターを押すと新しい構成が記録されますとあります。はい、エンターを押してみます。はい、とりあえずエンターを押したら無事起動しました。 CPU-Z で確認してみると、DDR4-16GB デュアルチャンネル来ました。あ、よかった、一応無事にメモリ使えてるみたいです。はい、ただこれほんとお安いメモリなんで、今後の耐久性とか実際の動作なんかちゃんと大丈夫なのかわかりません。ただこの状態でもう一度ドラクエベンチマークテスト、最高品質の 1920×1080 フルスクリーンでベンチマーク取ってみたいと思います。一体どういう結果になるのか、ベンチマークテストスタート。
い、評価普通、4644、ちょっと上がりました。あ、やっぱりメモリの増設、デュアルチャンネルからちょっと聞いたみたいで、こういう結果となりました。んでも思ったよりもあまりスペックは高くないんですかね。もうちょっと行くかなって思っていたんですけど、こういう結果になりました。ということで、HP ProBook 650G4、Core i5-7200U、メモリ 8GB シングルチャンネルの状態では、ドラクエベンチマークテスト振るわなかったんで、今回激安のメモリ、アリエクで買った 8GB を足して、RAM 16GB デュアルチャンネル化したところ、ちょっとドラクエベンチマーク上がりました。一応今回購入した商品や、それに関連するリンク、説明欄に書いておきますんで、よかったらチェックしてみてください。で、あとはこれ。この前完走した 256GB SATA 3の 1000円SSD、 目いっぱい容量分書き込みした後、それを削除したところ、ちょっと書き込みの速度ベンチマーク振るわなかったんですけど、なんかちょっとしばらく使ってる間に結構マシになってるんですけど、そんなことあるんすかね。これ一度初期化するともしかしたら復旧するかもっていうコメントもいただいてます。なんでまた今度は次回、これもアリエクで購入した NVMe128GB の M.2 1500円 SSD、 これに換装して、その時に外す今ついてる 1000円 SSD、 これもまた初期化してベンチマーク取ってみたいと思ってます。あ、っていうかもう結構これぐらいならいいかなっていう、それぐらいのベンチマーク出てきてるんで、とりあえず次回は NVMe 高速の SSD に換装してまたどうなるのか試してみたいと思ってます。なんでもう少しだけこのプロブックの動画、よかったらお付き合いください。なんでお済みでない方はチャンネル登録お願いします。コメント評価もいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。